選手村でくつろぐ統一ドイツの選手団代々木選手村は東京都渋谷区の代々木に設けられた1964年東京オリンピックの選手村本村全面返還された在日米軍施設であるワシントンハイツ内の独身主幹向けの宿舎を選手村の本村として整備し他に八王子選手村、相模湖選手村、大磯選手村 カルイザワ選手村の計4箇所の分村が改村された。代々木選手村は東京オリンピックが始まる前月の1964年9月15日に改村大会期間を経て同年11月5日に閉村となった。オリンピック終了後は再整備されて代々木公園として開園した。4階建ての中層共同住宅形式の宿舎は改修され、 国立オリンピック記念青少年総合センターとして開業した。代々木選手村や国立代々木競技場は第二次世界大戦での日本の敗戦後に日本を占領下に置いた連合国軍の一つであるアメリカ軍によって設けられたワシントンハイツが全面変換された跡地に建設された。選手村本村の候補地にはワシントンハイツのほか同じく アメリカ軍の軍用地として使われていたキャンプドレイクの南側地区があった。日本との返還交渉の中でアメリカが提示してきた諸条件はワシントンハイツについては全面返還を認めるが移転費用については日本が全面的に負担するキャンプドレイクについては全面返還には応じられないがオリンピック開催期間中の一時使用は認める。しかし 大会の終了後は即刻アメリカに引き渡すというものであった。検討の結果、約2年間に及ぶアメリカ軍との交渉を経て、1961年10月、ワシントンハイツへの選手村、さらに国立屋内総合競技場の設置が決定された。選手村では大会期間中、毎日7000食もの食事が作られた。 海村から平村までの期間中に供された食事は延べ60万食にも及ぶ。選手用食堂はアジア、中東選手向け、富士、欧米選手向け、桜、女性専用の3カ所が設けられた。富士食堂の統括担当は帝国ホテルで村上忍シェフ。桜食堂の統括担当は日活国際ホテルで馬場久しシェフ。両名に引きられたコックは、 総勢306名。大量の食事をまかなうために、冷凍食品の技術や、解凍法、調理法が向上した。代々木の選手村本村に加えて、八王子、相模湖、大磯、軽井沢に分村が建設された。自転車競技の八王子選手村は、東京郊外の八王子市に、八王子自転車競技場併設の両南宿舎と高尾宿舎が整備された。 カヌーの相模湖選手村は、競技会場となった相模湖に近接して開設された。セーリングの大磯選手村は、江ノ島ヨットハーバーの西約 20km にある大磯ホテルに開設された。総合馬術の軽井沢選手村は、長野県軽井沢の針山ホテルに設置された。国立オリンピック記念青少年総合センター。 選手村のうち新たに建設された4階建ての集合住宅棟は東京オリンピック終了後に国立オリンピック記念青少年総合センターとなった。また選手村として改修、活用された旧ワシントンハイツの小建て住宅は東京オリンピック終了後に代々木公園として整備された後にも1個だけが保存されている。この建物は 同公園の原宿駅寄りにあり、旧ワシントンハイツにおける最も小型の住戸で、住居番号257号、または258号であるという。この建物は、東京オリンピックの開催期間中、オランダ選手の宿舎として使用されていた。ありがとうございます。